商談会にはおよそ60の生産者などが出展しました。中には広島サミットで食材が使用された業者もいて、ホテルや飲食店関係者などの注目を集めていました。広島三好ワイナリーからは4種類のワインが提供されました。今も買い求める人が絶えないということです。大変急激に賑わいまして、ありがたいことに、はい、おかげさまで完売した商品が多くございます。廿日市市にある養蜂業者の蜂蜜は、宮島で収穫されたものがデザートに使われました。宮島エリアでお土産物としての需要が続いています。首都圏とかそういった方向にもどんどん出ていきたいと思っているので、そっち方面に広げていきたいです。同じくデザートで牛乳が使用され、ヨーグルトも提供された広島市の酪農業者は、宅配の顧客が一緒に喜んでくれたと話していました。この味が認められて嬉しいというふうに一緒に、はい、言ってくださいました。商談会は今回が3回目で、これまでに400件以上の取引が成立したということです。知っていただいて使っていただくことが、農林水産事業者にとっても誇りというか、活力になっていくと思うので、好循環を作っていきたいなというふうに考えています。主催した県はこれからも取り組みを強化していきたいとしています。